ポートを持っている人はコレンタレポートを動かさないでね。データの読み込み完了。ダイヤルで選んでボタンで決めよう。2人でポケモンを捕まえるぞ。2人でやりなさい。ポケモンコレクターリーグスタート。さあ、行こう。ポケモンを探しに行こう。ダイヤルを回して行き先を決めよう。ガブリアス、あ、これレア、あ、ミツレアじゃなくて、ガブリアスドラミドロ、ドラミドロ、これもは X か、2番、反対側何だった、え、反対側なんや、あ、できるかね、こういう時に限ってマウスが上がるとポケモンを出して、バス君のポケモンコレクターをボタンを押してチームを切って、よし、この相性なら有利に戦えるぞ。ああ、そうなの、あ、ドラゴンにドラゴン待ちな、いけ、レッグクルーザー、キュレム、ジャガー、バトル、ラウンド1、ダイヤルを回して技を選ぼう。よし、君のポケモンのコーナーだ、よし、いけ、優勢軍、いけ、よし、
った。そう、完了。ポケモン取れた。これ返すな。いらん、これ。パパ、これいらんけん。消していい。いや、次お父さんやる？じゃあ。じゃあ、ポケモンはリマスターあげよう。よかったね、ゆるちゃん。俺、新しいやつで行こうぜ。でも強い敵が出たら、このチームでやって、このチーム強い敵マスター。そういうのが出るんじゃない？弱いやつでやった時に限って。いや、あのね、先にサーチしてから、ポケモン選ぶ。成績発表！相手の人。ああ、そういうことか。ゲットスコア、獲得！忘れないでね。素晴らしい活躍でした。これ審判については書いてない。いい、消したい。あ、消したいね。あ、これ消したい。また来てね。あ、ガブリアス、これよ、これ。すれ違い通信でロトムをマシンから誘い出そう。野生のポケモンを確認。